名物マスの寿司で知られる富山駅前。コンサートホールの前はこの行列。グッズを求め若者から家族連れまで幅広い層が集まっています。この日 AKB48 のコンサートが行われるのです。握手とかで会話とかできるし、やっぱり身近で一生懸命やってるところがいいですね、はい、なんかちょっと下克上っぽいところはやっぱり見てて楽しいなって思います。みんな元気か。今や社会現象とも言われる AKB48、 そこには日本の知られざる強さがあるのかもしれません。世界が近くなったと、まだまだだと思ってたのが、いや、それは十分勝負できるよと。秋元康氏が描くショービジネスの未来、 AKB に見る超日本とは。 AKB48 の本拠地、東京秋葉原。人気の秘密を探りに劇場を訪ねました。初めてです、 AKB 劇場にやってきました。想像してたよりもこじまりとした感じなんですね。天井も低いですし、一人一人の顔写真がわーっと貼ってあるんですね。2005年、会いに行けるアイドルをコンセプトに誕生した AKB48。 ほぼ毎日この劇場で公演を行っています。今ではチケットの倍率が100倍を超えることも珍しくありません。劇場の定員は250人です。最初はファンの独特の掛け声に戸惑いましたが、アイドルらしく可愛い歌やダンスもあれば、じっくりと聴かせる曲もあり、およそ2時間、だんだんと引き込まれていきました。さらにこの日は人気メンバーのともちんこと板野友美さんの誕生日のお祝いも。こうした毎回違う仕掛けもファンを飽きさせない工夫のようです。最後は全員がハイタッチで見送りです。この近い距離感こそ会いに行けるアイドルといったところでしょうか。また意外と女性のファンが多いことに驚きました。今日ずっと袖で見させていただいてたんですけれども、すごい感動しました。皆さんにとってのこの AKB 劇場っていうのはどういうものなんでしょうか。そうですね、まあ、私たちの原点でありホームなので、本当にこの劇場があっての私たち AKB48 だったと思うし、どんなに忙しくても劇場に立ちたい、その姿が多くの人たちの共感を呼んでいるようです。東南アジア最大の貿易の拠点、シンガポール。有数の繁華街、オーチャード地区にある商業施設に、秋葉原の劇場にそっくりな入り口がありました。これはシンガポールに今年オープンした AKB48 のオフィシャルカフェ。シンガポールでは今年から定期的にコンサートが開催され、AKB の知名度は一気に広がっています。モニターに流れるコンサート映像を見ながら始まったのは、日本と同じ掛け声、シンガポールでようこそ。カフェでは AKB に憧れる地元の女の子たちが働いています。時には曲に合わせてダンスを披露することもあります。歌手になりたいです。秋
元さやかさんみたいな女性になりたいです。この日はカフェでファンとの交流イベント、日本からは3人のメンバーがやってきました。カフェで食事を楽しみながらメンバーがファンからの質問に答えたり、商品が当たるじゃんけん大会を開催しました。歌やダンスはないイベントですが、4回分のチケット200枚はすぐに完売しました。First of all, there's many girls, so I can choose which member I want. And every girl has their own personalities, and every girl is very special in their own way. I'm otaku. Yeah, otaku? Yeah, my otaku friend also. Yeah, I know. I saw the YouTube. たとえ K-POP と全然違う、あの AKB はそれに近くね、握手と公演の後で握手でして、あのこの魅力的にの場所はこれじゃないですか。AKB のファンは日本の文化にも関心を持ち、日本語を学んで話せる人も多くいます。ライブだとシンガポールの方の方がもしかしたら熱いかもしれないって思うぐらい、こうぐいぐい行きますね。昨日ブログにアップした写真を持っててくれたんですよ。で昨日のブログなのにもう見てくれて、もうそうやってあの印刷して持っててくれてるって、すごい嬉しいなと思って。インターネットで日本のファンとほとんど同じ情報を得ているようです。あゆゆシンガポールで高まる AKB 人気、ネットに加えここでも会えるという付加価値が人気を加速させているとイベントの主催者も分析します。 The fact that they are now coming to Singapore here, the Singaporean youth can now realize how this pop culture can come to the Singapore show. In the past, I think it was so far in a way they cannot dream of, that's all.今シンガポールにはメイドカフェやアニメ関連のフィギュアを扱う店が増えるなど、ビジネスとして日本の文化が再び注目されています。シンガポールへ企業を誘致する政府機関も AKB のようなアイドル関連の企業に熱い視線を送っています。 AKB has been very successful in Japan, both as an idol group as well as a business model.So we strongly welcome the idea of AKB in Singapore, or in a form of a Singapore 48, and also use Singapore as a base to develop regional content with Pan-Asian sensibilities. こうした動きはシンガポールだけではありません。台湾にあるオフィシャルショップのイベントに人気メンバーが出席した時には1000人近い人が集まりました。タイですとか、あるいは、香港ですとかマレーシア、インドネシア、いろんなところからそのまず AKB を呼びたいと、自分のところに劇場を作って、AKB48 みたいなことをやりたいというお話をいっぱいいただきますね。 AKB48! アジア以外でもこれまでにアメリカやロシア、フランスでも海外公演を成功させています。日本で行っているそのままのコンテンツが実は世界でも高い関心を集めているのです。日本はもっと自信を持っていいんじゃないかと、エンターテインメントっていうことに対して、あるいは他の、分野でも自信を持っていいんじゃないかと。日本人には分かりにくい日本らしさという価値が新しい扉を開こうとしています。